誰もいないのかな。そりゃ好都合です。サトシ君、お給料日を待たずにぬいぐるみが手に入るかもですね。ダメだよミオン、泥棒はいけないよ。冗談ですって。軽く受け流してほしかったんだけどな。ひょっとして私が盗っ人の真似を平気でできる女だと思ってます？あ、ごめん。あの、お店の方ですよね。おじいちゃん、店番頼んだのにすっかり眠りしちゃった。お客さん来てるってのにもう、もうごめんなさいね。うちのおじいちゃんももうすっかりボケちゃって。お恥ずかしいところを見せちゃってごめんなさいね。何かお買い上げ？あ、買うんじゃなくて予約なんですけど、いいですか？あのショーケースの中の一番大きいぬいぐるみなんですけど。あれ？いいの？値札見た？かなり高いけど、お小遣い大丈夫なの？はい、ギリギリ足りるはずです。もうすぐバイトのお給料が入るそうなので、それまで予約したいんですけど。ね、これでもう誰かに先に買われちゃう心配はもう必要ありません。うん、お給料がもらえるのはもうすぐなんだけどね。これで安心できる。これならもっと早くに予約をしていればよかったな。普通の人は欲しいと思ったら即予約します。そういう思考に至らないサトシ君はちょいと希少です。でも、ありがとう。どうもどうも。こんにちは。北条さん、園崎さん。いい雰囲気だったところを邪魔しちゃって実に申し訳ないです。
ありゃ、大石さんですか。お仕事ご苦労様です。大の大人が4人も揃って、おもちゃ屋さんに何かご用で？まさかお人形さん買いに来たってわけでもあるまいに。北条さん、実はですね、ちょいと伺いたいお話がありまして。何それ、任意同行ってやつ？サトシ君、こんなのに付き合う必要ないよ、行こう。大して時間は取らせませんから、そんな怖がらないでください。サトシ君にアリバイがあるか知りたいわけですよね。ん？そうですよ。北条サトシさんのアリバイが知りたいんです。な私たちの捜査がまずいからなのかな。犯行の時間帯にどうしても北条さんのアリバイが見つけられないんですよ。仕方ないから、恥を忍んでご本人に直接そのあたりをお伺いしようかと思いましてね。そんなの本人に聞く必要ないです。私がアリバイ証明しますから。ありゃ、そりゃ本当。なら助かるな。あの晩園崎さんが神社にいてお祭りの最後まで過ごしていたことはすでにあなたからも聞いているし、その他大勢の方からも証言を得ています。そのあなたがそこで北条さんとも一緒だったと言ってくれるなら一番楽なんですがね。でもあんた、以前そのあたりをお聞きしたとき北条さんのことは一言も言ってませんよね。
実は今してって今頃おっしゃるおつもりで、祭り会場の誰一人北条さんを見ていないのに、あなただけは見ていたと、そうおっしゃるおつもりで？そうです、私と一緒にいました。それで十分です。あなたが仲良しのお友達と終始一緒にいたのは分かっているし、私も会場で実際にお見かけしています。それでも一緒にいたとおっしゃるわけで？なっは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 。そいつはちょっと苦しくない？ん？祭り会場でずっと一緒に遊んでたのに、すっかり忘れてて今頃になって思い出したと、そうおっしゃるおつもり？園崎美音さん。ていうか、私美音じゃないですし。だからもともと綿流しになんか言ってません。あ？サトシ君とは綿流しの晩は沖ノ宮のファミレスでずっとおしゃべりしてました。エンジェルモートって店ですので、どうぞ店長にも確認を取ってください。あんた何を言ってるの？あんたミヨンじゃないなら誰なわけ？園崎シオンです。ミヨンの双子の妹です。初めてお会いしますね。こんにちは。園崎ミヨンさんに双子の妹がいたなんて初めて知りましたよ。あんた大人をからかってんの？からかってなんかないですよ。どうぞ戸籍でも何でも調べてみてください。それともお姉を呼んで二人で並んでみせれば信じます？園崎シオンさん。はい、シオンですが何か？あんたにもちょっと来てもらってもいいですかね？あんたが園崎紫音さんで北条さんと一緒におられたって言うんなら、あんたにも話を聞かせてもらいたいもんです。ええ、望むところです。お手柔らかによろしくお願いいたします。サトシ君、何を聞かれてもエンジェルモートで私とおしゃべりをして過ごしていたと言い張ってください。私が何とかしますから。何を聞かれてもよく覚えていないとか、うん、サトシ君なら下手なことは言わず黙り込んだ方が無難かもです。サトシ君、聞いてます？ここでしっかりしないと刑事たちの思うツボです。うん、怒ってます？なんで？その騙してて。たまに教室のミオンと話が食い合わないことがあったから違和感は感じてたんだ。やっと分かったよ。怒らないでくれるんですか？
その、騙してたこと。はじめまして。じゃ、ないんだよね。はい、そうなります。そっか。シオンって、どう書くの？詩を読むの詩に、音で、シオンです。シオン。ん？いい名前だね。じゃあ、お二人さん、すみませんが、署までご同行願いますかね。粉末でよければ、コーヒーか紅茶かくらいは選べますよ。